待てよ。わしに頭をつつかれ切れ散らかすろう。教師、異動。教師、異動をつかれたのでご立腹。カラスは猫にありますね。縄張り主張だったり。ヒョウが思ったよりちゃんと激怒してて笑える。ヒョウも所詮、ただの大きい猫だった。間違ったところをも振ったりでもしたらパクッとされちゃいそうな気もする。その手を導くヒョウ。撫でているこの人は訓練された飼育員か何か？一般人の我々の場合には、動画を見ているだけで我慢した方がいいかもしれないね。難易度高め。この中から一匹のヒョウを探し出せ。てかもうさすが擬態達人のヒョウ先輩。マジで見つけられなかったんだが。ヒョウってこんな擬態上手だったん？背景に溶けすぎちゃって、拡大なしの発見はきつすぎる。夏真っ盛りということで、黒ヒョウにスイカを丸ごと与えてみたらしい。ジャガーやヒョウは雑食なところがあるんだろうか、それとも水分として取ってるのか。黒ヒョウかっこいいな。うめえ、スイカうめえ。猫科はグルメだからね。大型猫科たちがいればスイカ割りも楽勝で草。猛獣ヘブン状態でライオンをもふる飼育員男性の背後から迫るヒョウのだるまさんが転んだ。だがその時トラが動いた。背後にはトラの姿があり、さらにその後方には虎視眈々と何かを狙うヒョウの姿が。さあ、魔のだるまさん転んだが始まるぞ。トラがいなかったら、このフィルムは血塗られたものとなっただろう。ちょうどヒョウと飼育員の中間に寝転んでいたトラ有能すぎ。全部猫にしか見えない動きだった。人懐っこい猫みたいなヒョウの赤ちゃん。猫好き大歓喜。うろう。お腹だってもふらせてくれるよ。いいなこれ、こんな経験してみたいな。でも成獣になったらお前狩られるんやで。ヒョウのジレンマ。山嵐に近づきたくてもトゲ全開で近づけない。お尻の方にタッチするも、針をヒュンヒュンされて後ずさり。前足に刺さってて。一方的な山嵐草。山嵐って見た目に反して恐ろしいな。驚いちっち。ユキヒョウは我が子にびっくりしがちなけん。某国某所の動物園で飼育されているユキヒョウ母さんも我が子のステルスモードに気づかずびっくり仰天といったワンシーンが撮影されていたようだ。ユキヒョウ母さん狙われててくさ。びっくりした後すぐ冷静になってる。強くて身体能力も高いユキヒョウ、無敵かよ。ふんわり飛んでて綺麗だな。猫だと思って拾って育ててみたら、国家級保護動物のユキヒョウだったけん。新疆ウイグル自治区の牧畜民が草原で2匹の子猫を拾い飼っていたが、成長するうちにまるでヒョウのような姿になっていったという。専門家に鑑定を依頼したところ、国家一級保護動物のユキヒョウと判明したのだそう。間違えるはずがないレベル。意外と小さい頃だとわからないんかもな。いいな俺も飼いてぇ。ユキヒョウの子供の写真見たけどこれは子猫ではない。かわいいな。猫は段ボールが好き。じゃあヒョウはどうなのか？実験してみよう。大きくても猫なんだなぁと思った。あまりにもパワフルすぎる。遊ぼうと思うとブワッと壊れちゃうあたりがなんとも物悲しい。もう少し頑丈な箱をあげたいね。2位のシシ大物は1位のシシを燃えず、イボイノシシの兄弟、ヒョウに襲われ九死に一生を得る。突然、左側からヒョウが登場。何を思ったか、ヒョウは加えていたイボイノシシを放り出して、もう一匹の方を追いかけていった。ヒョウ族の間にもしかしたら2位のシシ大物は1位のシシを燃えずのことわざが、今後言い伝えられていくことになるのかもしれない。まさにことわざ通りの展開。ヒョウと人間が共存するインドの村。ヒョウを崇拝し家畜を捧げる。住民たちにとってヒョウは神聖な生き物で女神の化身とされ信仰対象となっているのだ。
この村周辺では、象が観光客を引きつけ、人間の生計の足しになっている一方、人々は自分たちの家畜を象に獲物として与えるという共存関係が保たれている。害獣として駆除されるくらいなら見せ物にされても殺されずに増えた方が良い。この村の人たちは象に襲われたりせんの？仮に襲われちゃっても生命のサイクルのなすがままで受け入れちゃってそうだけど。野生の象に追いかけられた犬、トイレに逃げ込み長時間ともに過ごすも無傷で生還。こいつどうしゅう。トイレだから良かったんじゃない？運があったということで。犬は、生きた心地がしなかっただろうな。状況がカオスなのに何も起きなくてくさ。象は遊び感覚で犬を追いかけていたら、出られなくなっちゃったという感じかな。象よりもこのトイレが怖い。こんなトイレ使えない。何すんねん、ザケンナゴルア、芝居太郎かわれい役。象対犬、勝つのはどっち？尻尾は正直だぜ。勇敢な犬ですね。ワンコ、尻尾が股の中に埋もれて、ほんと恐怖の必死の抵抗。よく起きたね。そもそも本気で戦う犬は強い。漏らし暇はなかったことを褒めてやろう。よく頑張ったぞワンコ。犬の危機意識の勝利だね。自分の一物を持ちながら象と戦う男性の姿を描いた1万千年前の彫刻が発見される。猫じゃらしみたいにプランプランしてたら猫科の皆さんはまずそこに飛びついてガブッとな。作業員がいたずらで掘ったんじゃない？ゾウ、そのミミズしまえよ。当時は一物を振り回して武器とすることが一般的だったのかもしれない。ゾウのお母さんが子供たちに道路の渡り方を指導中。ハプニングが発生するも無事横断成功、南アフリカ。おかんを見てからのベビーを見ると、短い足を全力で動かしてて可愛さあり余る。言語は違えど、撮影者さんと同じ声を上げてしまうわ。座り込んでもう疲れて歩きたくないってぐずる3歳時間。おかんかっこいいのに子供めっちゃ可愛いのはロタ。子供たちの短い手足で歩く姿がキュートだな。いつしかしなやかな体になるんだね。こ、超可愛い。おや、かっこいい、美しい、可愛い。変わるだけで全く魅力は落ちない。トロイ方の子、野生で生きていけるのか心配になるな。可愛いんだけど人前に出てくるのは危険よ。母親に捨てられた黒ヒョウの赤ちゃん、飼い犬と深い絆を結び犬化が加速中、シベリア。大きくなったらどうするんだろう？おっきいワンコとおっきいニャンコ。2匹とも真っ黒で可愛い。同じくらいだからこそできる遊びってあるよね。ご飯代めっちゃかかりそう。犬化が進んでるって言うけど野生って完全に抜けるんだろうか？黒ヒョウに懐かれるのは命がけ。お姉さんに全力でヒョウまっしぐらのハラハラ愛情画像。大きな黒猫みたい。可愛い。檻の中よりずっと幸せだと思う。うちのニャンコより思いっきりじゃれてる。すごい動き。四次元殺法だわ。大型犬くらいのサイズ感なのにさすが猫か、柔らかいな。跳躍力半端ねえ。本人まだ子猫気分なんだろうけど。でかいわ。よほど嬉しかったんだろうな。黒ヒョウすごく懐いてる。やばい、実戦なら一撃で首に食いつかれておだぶつだ。野生のヒョウ、村に迷い込み人々を襲う、インド。怖すぎる。でかい猫だな。警備隊半袖って牙より暑さ優先ですか。すごい。被害が大きくても殺さず捕獲してきちんと森林へ返そうという対応には驚いてしまう。襲われた人はやっぱりヒョウって言ったんだろうな。野生って恐ろしいな。ハイエナはマブダチ。ライオンとかヒョウとも遊ぶよ。みなしごだったカワウソが、今ではプレデター軍団の一員気取り。
こんなカワウソがいたっていいさ。異種動物ものは本当心が現れるな。野生に戻したら自ら捕食動物に近づき、あっという間に食われちゃうだろうね。野生に戻らないように気をつけてあげてほしいな。癒されたと同時に大丈夫か？と心配に。カワウソがこんなにでかいと思わなかったわ。一生ここで暮らした方が幸せだよ。尻尾はごちそう。尻尾をくわえる雪狼たち。かわいすぎるだろ。かわいいんだけど、やっぱりストレスが影響しているように思える。あいたたたた、なんだ俺の尻尾だったの？猫科ではダントツのモフモフだな。尻尾ハムハム。寒い時に尻尾の先を保温するためにそういう習性になっちゃったのでは？毛深いヘビ捕まえたよという一発ギャグ。白網にドロップシャドウつけてるみたいな柄だ。すげえ。ボルネオ雲鏡っていうらしいな。ヘビみたいな模様だと思った。かっけえ。模様がかっこいい。密漁の対象にならなきゃいいけど。美しすぎる。雲鏡絶滅しないでくれー。にゃんぴょうは優しい子。超セクシーなポーズしてやがる。大型ネコ科の動物に背を向けるとどうなるのか？強烈なだるまさんが転んだをされる。じゃれてるように見える。本能には逆らえないのにゃ。これは確かに怖いわ。遊びで飛びかかれても、力がやばそう。ゴルゴでも丸腰なら無傷では済まないな。食おうとしているんじゃなくて遊んでいって言ってるんだと思いたい。振り返った時の、いや何にもしてませんよ的な態度が笑える。だるまさんが転んだ震え声。